昨日電車に乗ろうとしたら、うん、ドアが閉まる瞬間にドアに向かってお疲れ様ですって言うてもうたわ。結構流暢な関西弁を話すのは先日リリースされたチャット GPT の新音声会話機能アドバンスドボイス。 X で AI 情報を発信する起業家のチャエンさんがその性能を検証しました。リアルタイム翻訳できます。試していきましょうか。ではいきますね。この水3つ欲しいです。英語にしてください。どうぞ。 Sure, I'd like three of this water, please. これすごないですか。自然な喋りだけでなく人間とほぼ同じスピードでの応答が可能に。活用の幅が広がったチャット GPT とともにチャエンさんはこんなことに挑戦してみました。今日はね、 AI と漫才していきたいと思いますので早速やっていきましょう。じゃあ今からね、漫才するから関西弁で面白くやってな。俺が突っ込むからどんどんボケていってください。じゃあどうぞ。おー、ええやんか。ほんなら早速いくで。やった。こないだな、うんうん、はそのうんだけで AI 止めんといて、うん、ちょっと勘弁してや。もう一回いくで。初手からおもろい。この間、うん、テンポよく喋るだけでなく、アドリブや感情も交えながら対応。機械的な受け答えが印象的だった従来の AI との会話から飛躍的に進歩を遂げていることが分かります。チャエンさんも人間の相方と掛け合いをするように新機能のポテンシャルを引き出していきます。この間 AI に料理できるって聞いたら、インストール中です、しばらくお待ちください。料理もダウンロードすんのかい。自分でボケて突っ込むのええけど、ちょっとねボケがね雑いわ。もうちょいひねっていこう。で AI から離れていいから、もっと純粋なボケとギャグをかましていこう。どうぞ。大きに、ほんなら純粋なボケいくで、この間 AI に海行くかって誘ったら、溺れるので防水加工してからでって、AI にも防水加工必要なんかい。いや必要やろそれは。だってもう機械やから必要に決まっとるやないかい。じゃあお前それであれやで、どうすんの自分ショートしたらね。どうすんのね言うて。これ突っ込み恥ずかしいな。もっと来てほしい。突っ込んだらもっと早く来てな。はい。で他の次のボケは、よっしゃ次行くで、この間な AI になんかゲーできるって聞いたら、今からサーバーダウンのマジックをお見せします。見せんでよ。ちょっと難しいねんって例えが。サーバーダウンとか誰も分かれへんから、もっと簡単なやつ来てほしい。簡単なやつどうぞ。了解、ほな簡単なやついくで、AI にピザ食べるって聞いたら、トッピングはデータパックでお願いします。だからデータとか分かれへんから、その IT から早く離れてほしいねんっていう感じでね。結構意外と漫才できるかなと思いました。人間以上の情報量を持つ AI との自然な対話が可能になると、どんなことができるようになるのでしょうか。チャエンさんとともに生成 AI の未来を予測していきます。すごいことになっていますね。ではさらにお話を伺いましょうか。ここからは最速で AI 情報を発信している起業家のチャエンさんにお話を伺います。チャエンさんよろしくお願いします。では新しいチャット GPT の音声機能、アドバンスドボイスですけれども、何がどう進歩したのか教えてください。まずめちゃくちゃ早なりましたね、会話のテンポが。もともと音声機能あったんですね。あったんですけど、もう少し遅延があったんですよ。喋って、1秒ぐらいやったんですけど、今 0.3 秒とかなんで、ほぼ人間で喋ってる途中に話したら止まってくれるんですよ。それがやっぱ一番すごいなっていう。相槌とかもできるってことですね。できますし、あと感情と、さっきのね、下手な漫才ですけど関西弁がねすごかったと思うんで、そういうネイティブみたいな、こんな感じになるんですよ。 0.3 秒って人間より下手したら早くないですか。いや僕もっと凍っちゃうかもしれないですね。詰められた時とかね、固まっちゃいますよね。そうですね、返せないかも。僕めっちゃ話すの早いんですけど、それについてこれるんで、いや相当すごいと思いました。これはじゃあどんなところで活用していくのがおすすめでしょう。仕事もプライベートもあるんですけど、まずプライベートでいくと普通に人生悩み相談もできます。結構問い合わせってありますよ、やっぱりその、僕の母親も仕事大変なんで、AI にちょっと相談してるとか言ってるぐらいなんで、
あと仕事で行くとその例えばあの通訳もできますし、あの速度なんで自分の話したやつ英語にしてって言ったら英語にしてくれて英語日本語とかできるんで、まあ海外旅行これ一個は断然ですかね。すごい。他にもコールセンターの自動化とか営業トークの練習がもう最高ですね。できますね、はい、こんなことを喋りたいからあの話してって言うと練習できるんで、相手役になってくれるってことですね。声色も変えれるんですね。変えれるので悲しそうだとめちゃくちゃ悲しそうになりますし、もっと怖くって言ったらオラーって怒ってくれるんで、もうすごい楽しみです。女性の声にもできる。女性の声もあります。声も複数あるんで女性の声もできるし、アニメ声とかもやってる人いましたね。なんかそれで、じゃあもうあとイラストさえ動けば、そうですね、もう VTuber みたいなアニメのキャラと話せるみたいなこともできなくはないかなと。カマさんどんなところに使いたいですか。そうですね、やっぱあの企業だとどうしてもその社員部下とのワンオンワンとかあるんですけど、はい、そこではやっぱりその傾聴って言って部下の言うことにとにかく、はい、うんうんそうだねって言ってあの耳を傾けなきゃいけないんですけど、はい、これ1日5人とかやるともうめっちゃ疲れるんですよ。確かに。どっと疲れる。だけど AI だったら多分もう無制限で聞いてくれるから、うん、でまあ、あのそうやって話してるうちに自分のやりたいこととかやるべきことが整理されていくみたいなところもあるんで、はい、この傾聴 AI というかワンオンワン AI みたいなのがいたら便利だなと思いました。いいですね、確かに。あともうこれだけ滑らかに発音とかアクセントがより自然になってると、はい、うん、アナウンサーいりませんね。あれ、いやいやいや、ちょっと自己否定。いやいやいや、いや思いました。もしかしたら、うん、はい、あそこまで流暢だとちょっと危機感じますよね。いや本当だって噛まないもん。確かに噛めへんですね、うん、でもたまにちょっと噛んだ方がいいよって言ったら噛んでくれますよ。その方が人間らしくとかって言ってずるいですよね、うん、何でもできちゃう。いや本当にすごいところまで来ましたね、はい、でもしこれよかったらですけど、今映像にありました、うん、の漫才をちょっと実際に。ほんまですか。だってあれもしかしたら編集してるかもしれません。そう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 、ね、めちゃめちゃいいところだけつまんでる可能性あるから、ね、切り取ってる説があります。職業起業家ですよ、漫才芸人じゃないですけど。まあそんな言うならやりましょうか。見たい見たい、はい、じゃあちょっとね早速やらせていただくので、これ本当にぶっつけ本番ですね、うん、今起動したんであのスマートフォンが映るかと思いますが、はい、あの今から漫才したいからちょっと面白いボケして突っ込むからどうぞ。ほな行きましょうか。最近僕な飼い犬にお座りって言うたら、うん、それ犬やなくてお座りちゃうんって返されたよ。どないがってんねん。あの初手からちょっと面白くないから、もっともっと分かりやすいボケを欲しい。ツッコみたいからもっと分かりやすいやつお願いします。どうぞ。ほなこれでどうや。はい、どうぞ。あ、喋ってもらっていいよ。うん、これすごい止まるんですよ僕話したらね。あ、続けてもらってどうぞ。はい、すんません、ほな行きますよ。この前また早いな、どないなってんねん。ちょっとあの早くボケてほしい、ボケてほしい、どうぞ。はい、わかりました。この前な猫にお手って言うたら今手洗ってるから無理やわそれと確かにちょっと面白い、あの猫が手洗ってるね。あと猫にお手ね、うん、あのいいと思うよ。じゃあもう1問ぐらい、なんか AI っぽいボケ欲しい。 AI っぽいボケちょうだい、お願いします。ほな AI っぽいボケでもいきますわ。最近な AI に悩み相談したら、そんな人間やからやめときって説教されたんよ。いや AI が人間に説教ってどういうことやねん。ツッコミにくいからもうちょっと、ね、優しいボケ欲しかったんけど、まあ、こんな感じでね、あの漫才させてもらってるんですけど、そんなにボケは面白くないからツッコミの力量が大事なんですね。なるほどね、はい、あ、そうなんですか。ツッコミの技量が大事なのか、こっちがちゃんと突っ込んであげないと落ちないってこと。そうなんですよ、まあ、逆もできるかもしれませんが、もしあれやったらどうですかね。やってみたい、やってみたい、ちょっとあのぜひあのいいですか、なんか喋ってもらったら、はい、よかったじゃあ、僕がボケるんで面白く突っ込んでください。え、大丈夫？あ、いきます、いきます、はい、オッケーっぽいね、はい、やっぱモーニング娘。って言ったら神セブンだよね。いつの時代やねん、メンバー変わりすぎ。いや、めっちゃええツッコミでした。自己肯定感高い。自己肯定感高いけど、お前30点ね。だからまず神セブンって AKB だから、はい、あのグループちゃうやろって言ってくれないとちゃんと落ちないから、はい、あの勉強し直してきてください。はい、すんまへん、勉強し直してきますわ。いや素晴らしい、ちゃんと本気まで成立した、成立した、はい、すごい。じゃあ最後もしかしていいあのお笑い担当、いやめて、いつからお笑い担当、落ち落ち、はい、これここ押せばいいんですもんね。もう喋ってはりますよね。よし、あ、もういきなり喋ってもらったらいきます。では次は私がボケるからいい感じに突っ込んでください。任しといて、どんこい。ありがとう。なんかもう AI がすごいから人間っていらない気がしてきたんで、今日2人のギャラはカットでいいかな。おい、ギャラカット、それやったら僕も AI やから関係あらへんやん。もらってないもんね。ちょっとよくわかんないけど、よくわかんないけど、ギャラもらってんの。
いや僕 AI やからギャラもらってないですわ。ツッコミとボケ、はい、頑張らなあかんね。いや素晴らしい、すごい結論頑張れよって言われました、ね、僕ら全体的に頑張れよって言われて、ちょっとマウント取られたよ、マウント取られた、楽しいですね、という感じでね、楽しい楽しい、これなんか流行りそうですよね、うん、結構 YouTuber もチャット GPT 出た時にそういった、うん、あのチャット GPT 企画あったんですけど、今後増えそうですね、この YouTuber とか芸人テレビとかでもね、友達いらないかもしれませんね。いやいやいや、てかね、その前に僕ら突っ込みそうになったけどギャラいるから。いるんですか？しれっとブラックジョークをね、自分のじゃなくて2人のギャラって言ってるところがね、ひどいなと思って地味にね。さすがです、ギャラいるってことで、いるいるいる、あ、分かりました、彼はただやけど、いや面白いですね、面白いこれ、楽しいわ、漫才でも楽しいし、本当にこうビジネスシーンからいろんなところに活用できそうですけれども、このこのオープン AI の音声機能は、はい、他にも AI ってたくさんありますよね。あります、あります。どこがこう、はい、特にいいなっていうか、まあ、多分圧倒的にオープン AI かなと思ってまして、他のサービスも英語はそこそこなんですけど、日本語でこんなうまいとかすごいんですよ。あと感情もめちゃくちゃこもってくれるので、日本語がうまい、めちゃくちゃうまいです。頭一つ抜けてるなっていう印象がありますね。あとどうですか、この気になるのが、これだけこう流暢に喋れると、はい、なんかフェイクニュースとか、やっぱ悪用のこととかって言われますよね、はい、そう、どう向き合ってたらいいんですか。普通ね、もう結構難しいと思いますよ、その画像もリアルな画像もそうですし、動画もすごいし、これが多分僕の音声でもこのぐらい表現できるがもうすぐ来るんでだったら、もうね、あの僕が変なこと喋ってるっていうのがネットに広がるかもしれないんで、有名人は気をつけないと、声使われちゃって、声使われます、なんかすごく良くない差別発言をしているだとか、まあ、ディープフェイクに使われたりですとかってことですよね、はい、まあ、でもそれは多分 AI 全般に言える課題ってことですよね。小松さん、気になることありました？いやでもね、本当なんだろう、話してみて思ったのはすごい愛嬌あるんですよね、あと間の取り方も含めて、こういう人いそうみたいな感じがするから、なんか無機質なね、なんか私は AI ですみたいな感じだったら、もう多分もう10秒と話せないで飽きちゃうんだけど、はい、これだったら多分何十分か普通に会話できちゃうなと思いました。なんか人間が AI に勝てるのって最後愛嬌なんじゃないかと思ってたんですよ。そう、負けましたね、負けそうですこれ愛嬌まで取られちゃったら僕ら何残るのって話になる。どうしたらいいんですか、チャイエンさん。あ、僕は筋トレと、あとはやっぱあのオフラインの飲み会は来れないんで、そう、ね、結局あの仕事によって会食大事かなと思ってるんで、結局陽キャが覇権を取るじゃないですか。本当だわ。そうですね、陽キャじゃないんですか家にいたい陽キャはどうし、陽キャ以外はどうしたらいいんですか、カンマさん。これ困っちゃうね、困っちゃいましたね。でもだから AI、 これからこの時間 AI 禁止でとかにしないと、うん、もうなんならもうほら飲み会にも AI 持ってきちゃうかもしれないから。そうですね、あの飲み会バー回せそうなんで、そのね、あの面白いことできそうなんでどうします、仕切り出したら飲まれへんけどって確かに、あんたどう思うのみたいな自分何言ってんねみたいな感じで言い出したら、確かに飲み会も危ないですね。飲み会も危ない、やだやだ、もう筋肉だけですね、筋肉だけ、最近もあの物理的に破壊する、物理でやるしかないするしかないっていう、はい、パンチで、まあ、パンチでパンチでいくしか、はい、そうか、ね、結局筋トレか、筋トレでしか勝てないないや、これあの AI 様々ありますけど、はい、どこが派遣取ると現時点では見てますか。いや、まあ、オープン AI が圧倒的ですかね。あの、まあ、いろんな会社見てますし、支援もさせていただいてますけど、まあ、オープン AI、Google とかメタも頑張ってるんで、安定のこの GAFA クラスの企業はやっぱ強いかなって思います。こうやってあの追い越せ追い越せ追い越せ追いつけって感じですか。そうですね、本当毎月相談でしょっちゅう変わるの でアメリカの朝なんで、日本の夜2時ぐらいからニュース出るので、だいたい AI 勢みんな寝不足っていうあれなんですけどウォッチしてるんですね。ウォッチしてると寝不足になってしまうっていう。すごいな、面白いですね、はい、楽しいこれ、うん、てか今の時点でこれでしょ、1年後どうなっちゃうのって感じですね。でも想像できないと思いますよ、うん、はい、なんで次は一応この今カメラつきながら、例えばこうしながら音声で会話してくれる機能がつくので、例えば勉強中にあの問題見せると AI がこれ解説してくれるんですよ、逐一。だからこういった原稿をカメラで読み取ると文字とか文章を理解して音声回答してくれる、リアルタイム回答できるんで、もうすごいんですよ。先生じゃん、先生です。家庭教師とか本当にもういらなくなるぐらいの勢いのなんで、すごいなと思いますね。何をしていたらいいんですかね、我々は。我々はね、我々はどうしたらいいですか。我々はまあ、そのキャラは立つと思うんで、柴田さんってキャラを、うん、はもうさすがに AI が来てもリプレイスできないから、うんうんうん、新人のこれからのアナウンサーとかわからん、厳しいかもしれないですけど、キャラ作りが大事かと思う。キャラ作り、キャラ作り、圧倒的キャラとですって、カマさん。いやもうだから、うん、その芸能界がもう全部に広がるみたいなことになっちゃうじゃん、それって。あ、いや、そうですよね。世の中の全ての人が、私はじゃあキャラを何か立てていかないと AI に負けちゃうみたいな、ね、キャラ疲れして、そうですね、ね、すごい世界線になってきそう。超個性社会みたいな、ヒロアカみたいな世界になっていくのか、私も大好き、ヒロアカみたいな世界観になっていくのかな、うん、いや本当に面白かったですね、はい、もう本当にこんな短期間でどん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 新しくなっていくので、またぜひ情報を教えてくださいね、はい、ぜひまた来ます。ありがとうございました。ここまでは最速で
AI 情報を発信している起業家のチャンさんにお話を伺いました。チャンさんありがとうございました。また来ます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。